お疲れ様です。今日はこちらコカツちゃんやってきます。さあ、やっぱコカツがね好きです。私はコカツが好きです。楽しいです。おもろいです。ということで、進化バレル進化スケのコカツやっていきます。まあなんか正直進化 ISP でも強いとは思ってるんですけど、まあなんだかんだやっぱ進化スケ優秀だよねと。なんか進化スケのメリットとしては、まあペッカーを受けやすいのはもちろんなんですけど、まあ進化バレルとか、ゴブリンバレルも受けれるし、まあちょっとした陸受けにもなるし、なんか攻めでもね、ワンチャン生んでくれるんで、なんかまあ一個それ雑に回しながらね、なんかアイスペア防衛特化にはなっちゃうんで、そう、進化スケだとね、攻めでもワンチャンがあるのが、よりいいのかなと、ね、言ったところで、ゴリゴリ聞きましょうか。で、まあトルネは、ないよね。お願い、トルネだけやめて。おー、珍しい。バルキリー、珍しいな。なんだろう、バルキリースケ。ハルチェバルーン。すごい。ハルチェバルーンって、生きてたの？いや、待って、右がさ、そんなつもりじゃないのに。そんなつもりじゃないのに、めっちゃ削れてんだけど。ちょっと痛いんだな。まあ、プリン行かれるぐらいええか。え、ファルチェバルーンだよね。バルキリーファルチェ、スケ。やばいね。まあ、ゴブリンシュタインとフキアあるんで、まあそんな事故なさそうですけどね。なんかトルネザップ、トップでフキアが飛んで、リガーも飛んで、ガルト、怖いぐらい。一応これバルキリで完封もできちゃうんでね。そう、これがね、唯一のなんかまあきつい点ぐらいかな。まあなんかゴブリンシュタイン強そう。で、バルーンの流徳強制もコウモリがないとないと思うんで。なんか。審判ファルチが来たな。トルネ来そう。やばすぎる。ちゃんとトルネをねケアして、なんか変な位置にバレル飛ばしといたかな。それがちょうどいいくね。はい、刺さってくれて。やばすぎる。あんた天才だよ。いや、めっちゃいい今の打ったね。大事。まあトルネもあるが、レスピザップ、おー、まあ負け筋なんだろうな。一応なんだったるけど、なんかまあ微妙な防衛かもだけど、まあええだろ。今でスキル使って、相手の目がいいね。まあ一つ嫌なのはね、プリンセスが、プリンセス、何がなんだろう。いやでも絶対勝てそうなんだな。俺が変なチョコしない限りは負けないんだろう。アイスピアルし、いやーこれやば。相手かわいそうなことが起きそう。いやーいいよ、この位置のなんかバレル苦しいんだな。あ、スキルで、はい、ナイス。ファルチェバルーン珍しいな。ファルチェバルーンペッカとか止まんのかな。まあ、進化スケアイスピーで防衛は頑張るって感じなのかな。いや珍しいね。まあ枯渇視点はね、まあ、こんなのあんまいないんで、トルネザップとか、そう、トルネローリングバーバリアンとか、まあヤナーメレイジとか、まあ今そんなのばっかなんで、美味しかったね。I love Pekka. I don't like Pekka.
まあ、アイスピック、うおう What? ペックペック絶対開いやん、こいつ。やめて。アーチャークイーン×ロイヤルホグね。まあまあ、これはね、枯渇慣れてる人からしたら勝てるマッチです。まあ俺は慣れてないんですけど、趣味で枯渇を使ってるものなのであんま慣れてはないんですけど、なんかまあ適当に8枚プリンとバレルで、うん、それもケアできんのか、あんた偉いね。なんでやねんなんでやねん、ちょっと勘弁してよ。ウッドさえたら豚がちょっといてんだよな。いやー、ちょ、進化助のさメリット輝きすぎでしょ。まあつけないもんね。いや、圧着位をコツとして逆サイドの吹き矢はプリンセスでちょっかいかけると、勝率爆上がりします。ちなみに、まあそれはそうよね。これね、この吹き矢とかを出すとアチャクイにクロークを使わせられるんで、そこにウッド使ってくるよ。サイクルか、早すぎる。で、こういうのもう早めに壊します。大砲は、大砲は吹き矢で壊すとなんかよくいい感じになります。これでギリだもん。ああ、これでも勝てないのがクラロワか。まあ勝ちましたけどね。アイラブペッカ。冗談でしょ。
あぶねー、めちゃんこ高回転やねえか。いやまあその圧縮移動力ね、ワンチャンありますよっていう話ね。だから意外とね勝率は悪くないと思ってます。まあ完璧に守られちゃうとね、クエイク削りで負けちゃうみたいなとこはあるけど、意外とね刺さります、はい、まあイケイケで行った方がいい時もあるよね、もちろん。わー、あっちゃく医療服ね、今ペッカに強いんでちょっと流行ってんの。デリバリー大砲ウッドがさ鉄壁だよねっていう。美味しいな正直。美味しいの。あ、姉妹プリン、まあ、やってもいいけどね正直。美味しい。ケツ圧着はね正直後ろからゴブリンシュタイン組めばいいんで、俺視点は美味しいっすね。で逆サイも別に大砲とアイスピとかでケアできるんで、なんかまあ、マクソのやつはそのスタンプよく使うよねっていう偏見もちょっとね、あったり、なかったり。まあ、無理はしなくていいか。ナノイチの大砲ってね、橋渡る前の吹き矢でちょっかいかけれるんですよ。あ、でもいい。一発、あ、入らんねえか。だからね、積極的にこれで、ちょっかいかけるのは大事。流れがいい。まあ10個さまってワンチャン姉妹プリンぐらいだよな。ふん、偉いねあんた、それできたんや。これ早めにちょっかいかけます。でクローク使わしてですね。さあこの圧着楽に処理できるんでね。若いな今のはすごいな、若さだよね完全なる。まあどうせウッドとか使ってくれるんじゃねっていう。アイスピだけ結構入るよそれ結局ね。ちょっと痛いな相手のチャンピオンサイクルのさ、やっぱ高回転クエイクがちょっとだけきついんだよね。いい位置のあれだね、橋渡っちゃうからね。いやーバレルの位置悪かったな。ギアの位置悪かったな。マジでこればっかだ、お腹いっぱいすぎる。なんちゃありそう。お前鉄壁すぎる。なにこれ。もうお腹いっぱいよ。
もう受けがうまいやないかいあんた。これ勘弁してほしいよな。もし俺がもう一段階攻め攻めでもよかったのかなっていう感じね。正直ロイヤルホグはほぼ入ってないかな。もうクエイクのね、ダメージで、まあ、こっちが削れない分負けちゃうんで、まあもっと もう一段階無理やり攻めてもよかったのかなっていうね。もうロイホグはお腹いっぱいよ。ちょっとロイホグっぽいけどな。さすがにそこまでいねえか。あーいいね、ゴブジャイおチンパンじゃない、ペッカゴブジャイレイジー。いやもうマジでそう、ほぼ角でペッカだと思うんですけど、まあゴブジャイかラムかどっちもあるか。縦線強いね。やなね。いやーこれね、ペッカゴブジャイめっちゃ相性悪いんですよ。ぶっぱされて終わるだけなんで、言ったらなんで1倍でなんかね攻めすぎちゃいたいね正直。いやマジでさ、もうイグイトリトン裂いた後でさ、それをすんのが許せない。冷静な目。よし、トリトン持ってたらね、はしまいゴブリン自体もちょっと微妙にはなるんですけど、トリトン裂いた後のケツペはちょっと怪しかったな。ヤナメ使ったよ、美味しいね。もうユニットで守ってもいいな正直。進化ボンだけあんのかな。よしよし、ペッカ来るかな。全然使ってくれてもいい。あ、トリトンキンキや、やべ。これでも逆サイも刺されそう。いやいい、吹きや。うい、熱い。でもね、こっからでも負けるんですよね。てか全然負けるんですよね、これ。折れてないのがね、痛すぎる。行っちゃおうかな、なんか来そう。マジアホみたいに攻めてペース握りたい。いやめっちゃいい、これこんだけ攻めてなきゃこうはなってなかったと思うんで、自分から攻めて無理やりペース掴んで、大砲で、うわめっちゃいい、やばい、めっちゃいいけど、こっからでも一応負けられるっていう話もありますよ。相手のこっちとかある意味ねえか。これスキルでさ終わってくれ。うわーでけー、なんなら道場都市まで見えたー。ペッカゴブジャイ、うわ初めて勝てたかもしれないぐらいでさえ結構攻めたのが良かったね。まあペッカも多いかんな。ヤナメ、ヤナメ入りがちょっと厄介ですけどね。昔だと考えられはしなかったけど、ヤナメがないとね。まあヤナメかウッドかないと前ないよな。さあ雪玉、あー美味しい、これバルーンだってことで、ちょっと前に紹介したバルーンデッキかな。デリバリー雪玉、あ違う、全然違う、アイスピック大盛り。みかんバルーンのなんかまあ改良型みたいな感じかな。多分ランバルとかだと思うんですよね。サイクルで押し切ろうぜみたいな。あはい、なので俺が無理なことしなければ勝てそう。なんか静かに静かにね、常にコスト6コス7コス持っとけば
大丈夫だと思うんですけど、まあその負け筋的な嫌なやつが大砲、多分ルート強制これずらせるんですよね相手。それが来そう。はい、てかもう逆にそういうのでしかねワンチャンつかめないんで、それだけケアしたらいいよねって話ね。危ないよね、大森ルート強制。いやー、いい。やべ、で、これが巻き筋ね。後ろにいるよ。一応後ろに怪物がいるよ。いやー、今のさ、延命できないの、マジでまずいよな、これ。で、またルート強制あるんで、なんか一個余計な位置に置かないといけないんですけど。めんどくさいよね。でももう相手のさ種が分かったらさ、もうこっから雪玉のダメージしか受けないんですよね、言っちゃうと。相手はもうね雪玉でしか削れないことを察してはいるよ。いやー目がいいの。勝ったかなーこれは。でルート強制もちゃんとケアして、大砲内側からのさらに1個高めに置いてます。アイスピーク弾もおしゃれだね。いやまあさすがにもう負ける方がむずいぐらいじゃない。先置き逮捕しちゃってもいいけど、まあ、しなくてもいいな。まあ、しちゃってもいいな。で俺がケアは逆サイですね。逮捕いった瞬間のこの逆相手は攻めたいと思うんですけど、うわうまい、そのコウモリ。なんか気づいたらさ右が延命できそうなだけね。いやこの位置やばい、さっき話したやつルート強制で釣れないやつね。でもなんか終わりそうだな。後ろからプリンフキア一生配置しとくとね、相手視点きついんだろうな。さあルート強制あるっす。まあもうね何回も言ったっすね。もルート強制だけ巻き筋なんでね、はい、諦めても良さそう相手。さあナイス。まあディガーとかがないんでね。おい気持ちいいこれ。同情としね、いらねえ無駄遣い。ナイス。まあなんか相手が何をしたいか、どう立ち回りたいかをね、こっちが理解してあげると、それの嫌なことをしてするだけでいいんで、戦いやすいかもね。名前がすごいな。かわいそうな。嫌な飴。まあ、で、嫌な飴でせいなんでね、もうペッカだろっていう話なんですよね。ペッカゴブじゃい。ラムもある。本発？いいね。ペッカラムのなんか地味にいたやつかな。ちょっかいかけちゃおう。お、逆にタギが、いやあんま吹きは先に行かれるとこのペッカを溶かせなくなるんでね、ちょっとだけ困るはするよね。まあラムかな。まあ仕方ないよね。本当に気分はものすごい悪いけど仕方ないよね。
まあ本命を右にしとこう。え、おつい、バカ入ってる、ニサモノが、あ、トゲが。いや全然いいか。いやーこれ無視されちゃうんでね、なんかなんかもっといい受けありそうでしたけどね、大砲とかでも。ローセスキルくる、もう1本折っとかないとね、まずいんだよね。いやーでかいこれ。まあ、ライトニングとかありそうだよな、どうせ。逆に相手なんかスキルかなんかにさ救われたか、俺やばい、危ない。これでさ今入りそうならマッチって笑えない。やばい、危な、もう勝ちでいいやん、頑張りすぎだよあんた。あんたマジ頑張りすぎだって。あんたもうやめとけって早くウッド回せって言ってんの。あぶね、本当に。いやこれでワンチャン捕まれるのだけね、本当によくあるかんな、怖すぎる。後半のさもうね、進化ペッカラムでも進化ペッカゴブジェでも組まれるだけ絶望だかんな。ブラストだ、おいしい。プリンス、あー呪いじゃない、呪いレイジさ。みたいなのがあんだよね。間に合わないかんね。ごめんな。すまねえな。呪いレイジ枯渇だ。まあ、枯渇対決なんで、まあ、ちょっと有利な気もしなくはない。ブッシュも大砲で受けれて、負け筋なんだろうな。あんまないかもね。マックス字これ今ので入んのさ勘弁してほしいよ。やばい、ここのバレルなんか変にユニットで守るとゴブリンの呪いきます。てか相手プリンセスきついわ、普通に。一応でもプリンセスも呪いでいかれます。でボンバーとかそういうのはないんで、いやいい、大砲。あ、まあこれブラスターだからあんまダメージ入んねえのか。嫌いだな。
まあ対ペッカ用のねブラスターもそりゃいるよねと。めっちゃ丁寧な立ち回りしようかな今から。本当に勝つことだためだけのね面白みも何もない。もうちょい呪い機ともレーザーでどっか行くかな。延命される？あ、うまいね。さすがに復活使いなら当たり前か。俺一体いつまでさ残してんのって話やん。進化バレルをね。てか相手は進化バレルの受け超きついんだな。バレルでさえも。以上が呪いがきます。最悪ね。来ない。いや、ケツゴブリンシュタイン最強か。やべ、これ呪いきます。忘れてました。思い出しました。ギャングサイター残したかったな今の。受けきつそうすぎないか。まあ使う必要もないウッド使ってバレルをこれスケで守りたくないな。アイスミにしよう。呪いが来る。いやーゴブリンシュタインもきつそうだしな。まだしウッドしたら来た。やばい、スケまで来てる。え、暇ウッド刺されすぎだろ。ナイスー。まあさすがにね相性いいだろうな。というわけで現環境のね、まあなんかいろんなコカツありますけど、俺のね好きなスケアイスピの大砲型ゴブシコカツね、皆さんもぜひやってみてください。チャンネル高評価、おっしゃっすだ、おっしゃっすだね。